このスバ。みんなありがとう。誕生日を覚えててくれるなんて光栄だ。当然ですよ。平和に暮らせるのは魔剣の勇者ミツルギ様のおかげなんですから。これ感謝の気持ちです。すまないね。後で美味しくいただくよ。ミツルギさんは全冒険者の憧れです。冒険のお役に立てばと思ってこれを用意しました。ありがとう。回復薬はいくらあっても困らないからね。冒険には怪我がつきものだから。かっこいい。お誕生日おめでとうございます。みんなにこんな風にお祝いしてもらえるだなんて、やっぱり僕がやってきたことは間違っていなかったんだな。これからもこの笑顔を守るために頑張らないと。でも今一番会いたい人はここには女神様。ミツルギさんどうしたの？なんだか悲しそう。元気ないの？あ、ちょっと考え事をしていただけなんだ。心配をかけてしまったようですまないね。物思いにふけるミツルギさんも素敵。お、なんだこの女性の人だかりは。カズマさん、今日はミツルギさんのお誕生日らしくて、皆さんがお祝いにプレゼントを渡してるんですよ。ふーん、魔剣の勇者様は表になっていいですね。そうだ、誕生日にはプレゼントだよな。勇者様にも差し上げようじゃないか。よっと。ねえカズマ、いきなり靴下なんて脱いでどうしたの？これあいつにプレゼントしてきてくれ。はい。いやよ、なんで私がそんなバッチリ靴下をあいつに持っていかなきゃならないのよ。高級シュワシュワ。嫌だからね。3日分。任せてちょうだい。ちょっとそこの人。女神様。女神様じゃないですか。どうしてここに。まさか女神様も僕のお祝いを。まあそんなところよ。はい、これ受け取ってちょうだい。ミツルギのやつ、ショックで言葉も出ないか。こんなことがあっていいんでしょうか。光栄です。この靴下まだぬくもりもある。どんなプレゼントよりも嬉しいです。一生大切にします。あら、そう。まあどうするかは人それぞれだものね。あいつ、アクアからもらったものなら何でも宝物になるのか。それにそのぬくもり俺のなんですけど。今日は最高の誕生日だ。このスバ。